サブチャンネルリング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 リスト。はい、今日はですね、私たちが岡崎に、子供を2人連れて行く時のルーティーンということでね、ルーティーンっていうか、まあそんな感じでね、やっていきたいと思いますけれども。最近は結構うちらがそっち行くっていうこと増えてて、それで行きたいと思います。まずね、品川駅でこのアトレの駐車場、アトレの何階、2階。そしてだいたい品川のアトレの2階でまず1回降りますね。福丸さんはここです。あ、ポースが開けてくれてる、ありがとう。ポースリュックも持って、なんか荷物とかもあると思うから、なんか沖縄に来たみたいな天候だよね。結構私は新幹線乗るのが好きなんですよ。なぜならば、一度乗るだけですごいこう旅行してるみたいな気分になるじゃないですか。あー、今ここ静岡、あー、ここ何々みたいな、横浜みたいな景色がどんどん変わっていくのが楽しくて、結構新幹線乗るのは好きです。ということで切符を買ってきます。はい、こっちです。回りますか。はい、お願いします。ポースはいつも私が大変そうにしてるので、ベビーカーを押してくれます。さっきも今、切符買い終わったら、変わるよって言って変わってくれました。ありがとうございます。はい、行くよー。で、ママが切符入れるからさ、うん、ポースシューって入ってね。ママ切符入れたらシューって入ってね。では、入ります。くまるは楽しそうです。光がね、早いんで1時間10分ぐらい乗ってれば豊橋着いちゃうから、そこまでね、そっから先が大変。どっちかっていうと、そっから先の名鉄線がちょっとだるいって感じですね。はい、名古屋新大阪方面のホームにおります。こっち側ね、エレベーターがあるので、反対側だとね、エレベーターがないんですよ。あ、お手伝いありがとう。じゃ、1階です。1階。はい、1階お願いします。あ、ありがとう。ちょっとホームは危ないから、ママを押します。光、この電車に乗ります。光643。はい、まっすぐ行きまーす。ありがとうね。まだ、3分くらいあるので、結構余裕でーす。新幹線は乗り慣れたから、あれ、あ、待って、向こうだ。新大阪via Kyoto is arriving at track number 24. あ、つま先立ちしてんの、背伸びして、ありがとう。よし、頑張って。はい、そこシューって言って。ねえねえ、電車の時も撮ろう。いいよ。よし、ありがとう。左、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 こっち。あ、ちょっとこれさ、グイーンって倒して、これ、この背もこれさ、ビーって引っ張って上から、これ、机、机、そう、上かけて、そう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 、そう、サンキュー。ご協力いただき、会話は大事に。これないです。これ先なかったのよ。また座席の回転はご遠慮ください。これ、ほら、ないの。座席は周りのお客様へご遠慮ください。なお、これ、もうちょっと背もたれ倒せないよ。福丸選手がね、結構ね、待って。泣きん坊。泣きん坊だからね。泣きん坊。泣きん坊だから。先っぽ泣いて、泣きん坊です。この iPad の Wi-Fi なくても使えるモデル。Wi-Fi がなくても電波が使えるやつを買ってるので、これとあとマグ、もうね、おしっことかは全部取り替えてきちゃって、電車で買えないようにして、これ飲み物、これ飲む、あ、これね、これが食べたいんですね。うわ、ちょっとだけだよ、分かった、ちょっとだよ。はい、どうぞ。新横浜を出ます。次は
子をバンバンあげちゃう家庭なんで、全然お菓子あげちゃうよって感じです。はい、ポットチップスで少し間をつないで、そのね、2、3枚あげました。で、今新横浜通過したんで、もう次豊橋ですね。結構あっという間。飲む？飲みな。はい、ジュース。窓から見える景色が海になった時にめっちゃポンスと爆笑するっていうくだりがあるんですよ。楽しいね。こうやってできる。これも線があったらこうやってできるんだよ。すごいね。丸がぶっ壊そうとして笑ってます。福丸はね、あのね、すごいいたずらっ子なんですよ。こう見えておとなしそうに見えるでしょ。全然ね、そうじゃないんですよ。やめて。叩かないでください。痛い。痛い。痛い。さあ、降りますよ。はい、豊橋に着いたので、次は名鉄線に乗り換えます。まだ買わない。この名鉄線に乗り換えるのがめんどいんすよ。よし、行くぜ行くぜ。ちょっと R コーヒー行きたいんだよね。東岡崎から近いんだよね、確かね。ミッキーマウス、ミッキーマウス。天気よ、めっちゃ気持ちいい。じゃーん、来ました。でっけえ看板があるから、ここで待ちましょっか。もうちょっと奥行って。すごくない？これかっこいいよね。さあ、じゃあパパが来るのを待ちましょう。ブリゴー。あ、このお迎え来たんですけど、あの目立ちすぎて、あのギャラリーの人がすごい集まっちゃってるっていうね。無事に岡崎に着いたぜ。お疲れ様です。子供美術博物館に来ました。岡崎の子供たちは大体ここに来ます。そうなんだ。それは前来たよね。え、このキモいキノコ、なんか東海オンエアの動画で見たことあるんだけど。あ、そう、なんかやったことあるな。ここでなんかかくれんぼみたいな。なんかやってたよね。キノコに噴して隠れたり。
あのオブジェに反してくれたり。以上だったの？あー、ありがとうね、ありがとうね、ありがとうね。こちらこそ。ふうくんのお迎えが面白かったです。あの、対戦みたいになるんだよ、うん、5時11。じゃあ、遊んでらっしゃい。かくれんぼやろ。かくれんぼやるか。イエー。では、遊んでまいります。サブちゃん、終わりー。